ライスと共に持ったピカディージョピカディージョは、ハッシュと似た、ラテンアメリカの多くの国とフィリピンの伝統料理である。牛ひき肉、トマトの他、地域によって様々な材料を用いる。ライスと一緒に供されたり、タコスやペーストリー、クロケットの具材としても用いられる。スペイン語でピカルは、ミンチにする、刻むを意味する。コスタリカでは、ポテトピーカディオやアヨテピーカディオ等。 メインの野菜をつけて料理名とされ、ピーマン、玉ねぎ、フォン、ハーブ、スパイス等が加えられる。タンパク源が入ることもあるが、必須ではない。トルティーヤ、またはライスが添えられる。キューバでは、唐辛子、玉ねぎ、ニンニク、オレガノ、クミン、トマトソース、フォン、オリーブが入れられ、レーズン、ジャガイモ、ケッパーが加えられることもある。地域により、 オリーブ油と白ワインでソテーする。ブラックタートルビーンをおよび、ライスと共に供する。ドミニカ共和国では、唐辛子、赤玉ねぎ、ニンニク、トマトソース、ブイヨンキューブ、オリーブ、ケッパー、レーズン、片茹で卵、リンゴ酢、オールスパイスを加える。白米や玄米のライスと共に供する。プエルトリコでは、エンパナーダ、アルカプリア、ピオノノや、 その他のフリッター等のフィリングとして用いられる。ライスや豆と共に共することもある。ひき肉をハム、タイム、クミン、オレガノ、ローリエ、デカイト、トマトソース、また時にはレーズン、オリーブ、ケッパー、ジャガイモ等と共にアナトと油でソテーする。フィリピンでは伝統的には牛ひき肉とジャガイモ、または早通りから作る汁気の多い料理である。 汁気の少ないものもある。タガログ語でひき肉を意味するギニリンと呼ばれることもある。また、キューバ人がピカディージョと呼ぶものは、フィリピン人にはアロスアラクバーナとして知られている。ライス、揚げた、プランテンを添え、上に目玉焼きを飾る。ゆで卵と一緒に食べることもある。メキシコの一部では、調理中に玉ねぎとライムを加える。ソースに砂糖や蜂蜜で甘みをつけ。 テリヤキやプルコギに似た味付けにすることもある。味付けにレーズンも用いられる。沿岸や先住民の住む地域では牛肉の代わり2回からマグロまでの魚介類を用いる。メキシコの別の地域ではワヒヨとソテーした玉ねぎ、トマト等から作る。ありがとうございます。